さんこんにちは、しょりみチャンネルのしーほうです。はい、というわけで今回はマシュマロ飴を作っていきたいと思います。ということで今回はね、皆様が知ってる万有様が作っていたマシュマロ飴を作っていきたいと思います。でね、今回は4種類のマシュマロを用意しました。まずね、スティックマシュマロ、そうですね、皆さんが知ってるマシュマロ、これ知ってるから、みんなくるくる、そう、なんか3本ぐらいがくにゅくにゅくねくねくねになってるみたいな感じ。じゃあ開けてみようか、袋から。こんな感じなんだよこれ、駄菓子なのかな、なんだろう。こんな感じのマシュマロなんですね。食べたことあるかな。美味しそうですね。お菓子売り場にあったやつ。そうですね。次にこちらの普通のマシュマロです。はい。こちら普通のサイズなんですけど、これがごく一般的なマシュマロですよね。そうですね。これね、はい、パンの上に乗せて食べようと思って買ってきたものですね。そうですね。結構前からあるんですけど、ね。5枚ですけど。はい、イオンで買いました。で、次にこちら。じゃん。こちらはね、このマシュマロよりちょっと大きいバージョン。これなんかドンキで買いましたね。そう、これドンキなんですけど、大きいの売っててね、買ってきました。ちょっと大きいよね。大きめだよね。で、さらに大きいのが、これはもうコストコですね。コストコでね。これすごい。こんな感じで。痛いですね。これはちょっとね、食べきれないかもしれない。ちょっとだけ1個ぐらい作ろうかね。はい。あとはこっちのちっちゃい方にしたいと思います。全4種類で作っていきたいと思います。じゃあ、しほちゃんの好みで竹串に刺す。好みでいいんですか？はい。これは1個ぐらいにしとく。ちょっとでかすぎて食べれなそうだから、ね。わかりました。じゃあ、あまりね。でも今日はね、しほちゃん、今日はパパもリミもいるので、はい、みんなで食べれるからね。なんかカラフルなね、マシュマロでも良かったのかもしれないけどね。やってたね。なかなか見当たらなくてね、カラフルなマシュマロがね、結局白いのしか集められなかった。結局白い、形違いしか集められなかった。ちょっと見せて、このなんかガタ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 みたいな。でもこっちうまいと思いますよ。うん、そっち2個だからね。次、2個だから。あ、それいってみましょう。それなんかさ、穴開いてない？あ、穴開いてる。簡単。穴が開いてる。簡単じゃん。空洞なんだね、なんか。こんな感じで立てました。めっちゃ粉ついてる。手がほら、粉まみ。いいね。やつ。あ、でっか。これもう一個いけるよ。これ一個でよくない？もう一個つけたい。2個つけるの？まあいいけど。あ、すごいでかい。やば。でも映えるね。映えるね、これ。うわ、すごっ。ほら、映えない？うん、映える。やっぱでかいね。結局大きいの2つ作ったの？作りました。結局大きいのが好きなんじゃん。でかっ。ほんとでかいよね、これ。小顔に見える？見える？こうやるの。小顔に見える？うん、うん。見えるね、これ。うん。見えるね、これ。大きい方がやっぱ小顔に見えるわ。はい。ということで今からこちらを飴につけていきたいと思うところなんですけど、飴がないということで飴作りをしたいと思います。はい、ということでね、砂糖と水分量通り測れたんで、今から鍋に入れてね、10分ぐらい煮ます。煮るって言うんだよね、こういう時。煮ます。はい、一応タイマーを10に合わせて10分以上は多分やらないと。オッケー。あくまでも目安ですからね。はい、はい、こんな感じでやっていきます。色が変わってきたので、はい、いきましょうか。いきましょうか。はい、弱火にしつつしますね。はい、行きましょう。いきますよ。あ、溶けちゃったかな。溶けちゃうね。急いでやろう。急げー。早くしないと固まっちゃうからね。でかっ、でっかいね、これやかいね。これでこんなもんかな。うん、難しいね。難しい。はい、こんな感じでちょっとね、はい、飴が少なかったのであれ全部できなかったんですけど、これが一番、そう、一番最初にやったやつがこれで、うん、だんだんだん、まあこんな感じで、はい、まあ初心者にしてはね、こんなもんですね。これ初心者次かなと。そうだね。まあとりあえずちょっとね、はい、パリパリ食べれるかどうかだけやりましょう。はい、はい、ということでね、マシュマロが固まってね完成したので。今から食べたいと思います。イエーイ。ということで早速食べたいと思います。いいですか、食べても。ということでいただきます。いうわけで今回はね、マシュマロ飴で ASMR をやってみたんですけど、意外にも最後の一番大きいのが一番良かったかなと、でもね、私的には大きい一口目が一番いい音かなって思いました。はい、ということで今回はねこの辺で終わりにしたいと思います。それではバイバーイ。シロもいたんだよ、ちょっとおとなしかった、おとなしかったんで、バイバーイ。シロね、バイバイみんな、バイバイ。